民主党は安全保障法制に関する党の考え方を取りまとめ安倍政権が進める集団的自衛権の行使は容認しないと結論付けました珍しく最後は、まあ、珍しくというとおかしいが本当に真剣なあ濃密な議論をして、あのー、集約をしてまいりました 昨日、民主党がまとめた報告書では政府が示した武力行使の審査要件は歯止めがないと指摘し立憲主義に反した解釈変更だと批判しましたその上で専守防衛に徹する観点から安倍政権が進める集団的自衛権の行使は容認しないと結論付けました。